真実は必ず見つけてみせるさあそろそろ行こうぜどうすればいいんだろう腕が鳴るぜ何もたもたしてんのよさあ早く片付けちゃいましょうエッグマンのメカすべて排除無念無双今は全身あるのみ早く探そうよどうした先を急ごうぜもたもたしている暇はないぞ 何をしておるシャドウ大丈夫僕の過去に何があったというのかどうした休憩かもうついていくのがやっとだよ早く化け物をぶっつぶそうぜこんな時にソニックがいてくれたらなさっさとこんな任務終わらせちゃいましょうエッグマンのメカ検索中日々これ修行なり早く帰ってテレビ見たいな へえ今回もただ働きか何を立ち止まっておるほら早くせんかおじいさま大丈夫かしらソニックという青いハリネズミやつも僕と関係があるのかあんまり遅いと置いてくぜ僕だってやるときはやるんだ早く帰らねえとマスターエメラルドが心配だねえソニックどこかで見なかった <laughs> 今度の報酬はどんな宝石かしらそろそろバッテリーチャージが必要だまったくベクターのおせっかいにも困ったものだ今回は出番が少ない今月はやつらに給料払えそうもねえな約束の時は間もなくだ急げん電波の調子が悪いのかよくここで遊んだわよね何を迷う必要がある 全て破壊するのだ。僕が一体、奴とどんな約束を交わしたと言うんだあいつら突然やってきやがって、一体何者なんだ <laughs> なんと脆い文明だ。一方的にやられているな。エッグマンのひげ親父も、ここまではやらなかったぜ。世界を混乱へと導くのだ。奴は、本当に僕の過去を知っているのだろうか 政府のコンピューターにまで侵入するなんて、奴ら一体何者かしらコアプログラムを目指すのだ。この空間では質量が一定ではないようだ。たく、大統領も人使いが荒いわよね。シャドウよ。我が神殿をよみがえらせるのだ。こんなところでもたもたしている暇はない。化け物どもをさっさと片付けちまうぜ。 我が神殿は二千年もの間、主の降臨を待ち焦がれていた。見知らぬ土地だ。この神殿、随分と古い時代のものらしいな。もうこの町に用はない。今はただ、前へ進むのみ。黒い奴らめ、逃がすもんか。次の攻撃ポイントまで急ぐのだ。このハイウェイのあちこちで崩壊が起こっているようだな。 俺の走る道をこんなにしやがって。それにしてもでかい化け物だぜ。さあ、そろそろ本気で潰そうぜ。奴らわしの城にまで攻め入ってくるとは。ドクターはきっと何かを知っているはず。もしかして、エッグマンにさらわれちゃったのかなどうした、シャドウわしの城に怯えておるのか怪しげな城だ。なーんか不気味な場所よね。 人間どもの兵力を無にするのだ時々浮かんでくる記憶の断片は一体何なんだ早くディスクを探してベクターに渡さなきゃここにはかつて難攻不落といわれた要塞があったらしい知っているこの場所も以前来たような気がするなんだかジャンゴルってワクワクするね わしの領地に土足で踏み入る者は断じて許さんどこかにテイルスの落としたカオスエメラルドがあるはず早く奪われたリングを取り返さなくっちゃどうじゃ世界一のテーマパーク気に入ったかふん、<laughs> こんな子供だまし。楽しそうな遊園地なんだけどねあんな間抜けなロボットとっととやっつけちゃってほんと薄気味悪い場所 人間どもに大いなる恐怖を与えるのだ。人類への復讐黒い化け物め、いつの間にこの街を首都を完全に破壊するのだ。あちこちで崩壊が起こっているが、この街を建て直すのは結構骨だぜ。どうだ、シャドウよ人間の醜さを思い出すのだ。アーク。ここは本当に 50年前ののアークなのかどうして急に軍が私、わからない。道をたがえず進み、兵士どもを返り討ちにするのだ。思い出せない。これは本当に僕の記憶なのか軍の兵士が、どんどん入り込んできてるわ。目障りな科学者め。誰にも僕の邪魔はさせない。この星は、全部わしの縄張りじゃ。 見渡す限りのこの世界。もうすぐ我が手中に。この空の青、以前遠くから眺めていたような。この遺跡、どんな仕組みで浮いとるんじゃこの空間を消し去るのだ。ドクターはきっと何かを知っているはず。どこかに端末があるはずなんだが。あの科学者も放ってはおけんな。この空間も、 ドクターの作り出した世界なのかそれにしても奇怪な世界だこんな場所に用はない早々に立ち去るのだ軍も必死で応戦しているようだな黒の軍団もここだわりよこのジャングルを侵攻しつつ先を急ぐのだこんなところにまでかつて人間が住んでいたのか奇妙な植物でいっぱいだわ見よ人間どもの癒しさを 思い出したかこれが人間どもの正体だ猪突猛進今は全身あるのみ油断大敵用心するのだ一体明日何があるっていうのよなんておぞましい化け物なのフんフん。<laughs> 儀式が待ち遠しいわ究極の兵器エクリプスキャノンかエクリプスキャノンは目前だぞ アーク、確かに見覚えのある光景だこの星の指導者を取り逃がすなここも長くは持たないな黒いやつらがどんどん乗り込んでくるよ脱出艇が逃げる道筋は二手に分かれているようだ日も暮れてきた急がなければこんな大きな戦艦いつか僕にも作れるかなあ己、抜かったわ今に見ておれ。 ドクターは、間違いなく僕の何かを知っている。エッグマン、私は貴様を、逃しはしない。えー、軍の雑魚どもが、邪魔じゃ邪魔じゃドクターの一番の特技は、基地を作ることだな。高度な武装基地だ。エッグマンの行動力自体は、評価できる。愚かな人間の模様、悪は我らがいただく。 なぜだ僕はなぜこの場所を知っている重力が変わろうとも、我らの信仰は止まりはせぬ。重力まで変化させるとは、ここは本当に僕の記憶の中なのかこのままでは実験生物にアークを破壊されてしまうわ感じる。実験サンプルたちの行動を。他のみんなやおじい様は大丈夫かしら あのくだらん戦闘機を叩き落とせ。人間どもに何ができるというのだ。生体反応確認。エッグマンは、あの中だあのメカ。どこか、エッグエンペラーに似ている。我に歯向かう者どもは、間もなくこの星から消え失せる。人類は罰を受けなければならない。急いで。 黒の軍団より先にエメラルドを手に入れるのよ。地下に逃げ込むとは、下等生物の考えそうなことだ。軍の兵器は、この奥で製造されているのか。この基地の存在は、政府のものでも一部しか知らないのよ。シャドウよ。間もなく約束の時だ。間もなく。間もなく全てが終わる。奴の言葉に惑わされるな。見る。 迷い、我の世界よここが奴らの世界こんな彗星俺の拳で粉々にしてやるこの溶岩がわしの基地を守る限り誰も入っては来られまい僕を生み出したことを後悔させてやるエッグマンは私の敵必ず見つけて排除するどうじゃ誰も火山の地下に基地があるとは思うまい なんてところに基地を作るんだ気温上昇オーバーヒートに注意せよカオスエメラルドは我々と共に落下しておる早く見つけるのだ思ったより崩壊の規模が大きいぞこんなことに巻き込まれるなんて俺たちは運が悪いなこのまま宇宙の塵となるつもりかまずはここを脱出せねば早いとこ脱出しようぜ 他にもネズミが一匹我が懐へ入り込んだようだそこら中に奴らの気配を感じるはぁ、あ、んここが奴らの本拠地ってわけか貴様を歓迎していないようだな彗星の中にこんな世界が広がっていたとは意外と中は広いんだなこれなら退屈しなさそうだぜいよいよ黒幕のお出ましね あいつを倒せば任務完了よ。フん。これが人類最強の兵器とは。さあ、奴らに裁きを与えるのだ。なんだってエッグマンがここにいるんだとにかく、あのふざけたメカをぶっ飛ばそうぜこの加藤生物名さっさと片付けろ最強のメカは私だエリア、検索開始 妨害電波により、終止する。奴の言うことなんて気にすんじゃねえぞ。それにしても、キテレツなロボットだぜ。奴があの化け物集団の親玉か。直接攻撃してこねえなんて、なんて卑怯な奴だ。いよいよ親玉のお出ましだぜ。さあ、ゲームを終わらせてもらうぜ。頼んだぜ、シャドウ。音速で飛ばしてくれよ。 急いでシャドウ早くしないと僕ら食べられちゃうよ俺らのことは心配するなお前は早く奴を倒せやだこれ気持ち悪いシャドウ早く何とかしてこっちは大丈夫よこの星の運命を頼んだわシャドウまだかわしゃもう限界じゃシャドウ油断するな気をつけてシャドウ あんな奴ぶっつぶせお願い頑張ってシャドウ、頼んだわよ諦めるなシャドウ